パンダジェットで、これね、つむつむ落とすのすごいじゃん。座ってる、すごい、いいね。今日の前半走ってない完全パワーオフ、パワーオフなんだ。これ飛んでるように見えるけどプロペラが止まってるのか。あ、止まってますねプロペラ。おー、うん、アルコール気抜け飲みすぎてるね。そうだね。なんか変なもの取ってくる。飴玉みたいな。これ、おはようございます。やっと負けた。あ、マキド、マキド2位しかもテーパーかかった。すごい。やっぱりさ、今日はあの藤縄さんっていらっしゃるんですよ。藤原さんってあの BGM のやつをねちょっと作ってみて。受信機新潟でハニービーをの2チャンネル で、でこっちがあの藤原さんオリジナルの。もう飛びましたか。あ、なんとか。なんだ。あんまりまだ操縦が下手です。長いね。一周回ってる間にお茶飲みに来るってやつか。もっと上の方行かせてください。あっちの方行かせてください。あっちの方。あ、分かった。そうそう。面白い。あ、やっぱり上手だね。さすがやね。さすがですね。マジだよ、おい。あ、折れちゃった。いやね。ベンチが本当にない。なぜ壊した？壊したね。困ったおじいさんでね。ま、モニターついてないよね、柴田さん。中井さんの。ついてないですよ。ジョングルモーターですね。
けそうですね。はい、はい、小林さんの無尾翼羽ばたき機。ああ、左右も自由自在だね。小松原さん太鼓、逆キャンバーなし、無尾翼羽ばたき機ですよ。あぶね、すごいいいね、操縦性いいですよね。ね。壊れてもいいんだけど。壊れる前に。お？もう飛んでんの？もう飛んでんの？もう飛んでる？飛んでます。音もなく飛んでます。スケール感は抜群です。モーター下手ったじゃないの？うん。映ってる映ってる。飛んでいるのに気がつかないぐらいですね。なんかプランクトンが浮遊しているような。あ、別に撮っても簡単、うん、あれそれあれあ今入ってるかな。入ってるだこれ。騙されてるんじゃん。着陸に行けねえぞ人だかりで。強行着陸。じゃあ小原さんの頭の上に着陸するとか。手で持つところ。おお。すごいな。あ、どこを持つってのもあるわけね。人の中でどこ持っていい。ああ、なるほど。これモーター。歩くそこで。お、兄弟のようなモーターグライダー。うん。ミナサスペシャル。薄いもんで、湾曲してないとこうヘロってこうなってしまうじゃないですか。ディデルのあの中性のマグネットアクチュエーターに変えて、はい、強力ですね、それ。すごい強力ね。カチカチ。パチンパチンパチン。ちょっと怖いぐらい。うん、意味があるんだ。衝撃吸収だ。はい、まあ、ちょっとわかんないんですけどね。はい、どんどん違う。いきなしだから。改良版。はい、ああ、この後調整を。あ、でもかなり。うん、いいかな。いいじゃないですか。あ、でもアクチュエーターのあの過激な効きもないです。これは今もうダウンも何も全然ただ差し込んだ状態ですね。あ、のまんま。はい。じゃあ、ないな、問題ないな。いいじゃないですか、もうこれだって。まあ良さそうだね。うん。塩化の根元なんか塩化。うん。入ってます。青いやつ。通算して8年数ヶ月。まあその前からあのインドア少しずつですけど、松原さんも言ってね、10グラム以上知らないよと。知らない知らない。それが今本当にあの真剣知らずね。すみません。出てきまして、ただ8年数ヶ月ですけども、これからインドアプレーンがどういう方向に向かうのか、ちょっと私自身もわからない状況で、これもこれだけ速いスピードで進化してきたのも一人一人が本当にその自らいろいろ実験、実際に実験をなさったりテストした結果で、みんなが情報を共有することによって生まれた制度だと思っています。